どうも、アニメラクターの在前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのはパラドックスライブのリアクションですね。今回はパラドックスライブシャッフルチームショーボリューム2よりボイスドラマ聞いていこうと思います。 はい。というわけで始まりました。パラライのリアクションですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回でボイスドラマ、また見ていこうかな、というふうに思います。ボリューム1のね、ボイスドラマを聞いて、もう、シャッフルチームを聞いて、めちゃめちゃかっこええやん、めちゃめちゃええやん、みたいな感じになって、もう、あんちゃんにも謝罪をしたりだとか、もう、いろいろとね、感じるものはあったわけなんですけれども、今回もまたドラマパートを聞いて、曲を聴くっていう流れになっていくらしいんですけれども、まあ、シャッフルチームに、なんかアンケートがうんぬんかんので、北斎君がうんぬんかんのみたいな、そういう話はあるらし しんですけれども、ちょっと僕よくわかんないんでまあもう一個シャッフルチームの予定があるよということなのでもう2倍楽しめる嬉しいはいというわけで見ていこうと思います <music> はいというわけで5つ聞いていこうと思います一気に聞いていきますのでまずはパート1、えー、スザクカナタ聞いていこうと思いますよーいスタートさあこの因縁の2人だねわーさて なえたくんとかなたくんんかなえたくんにこのテンションで気使われたいさて 日常感あるよね。んゾクッと来たえこれ、スザク来るコンコンコン。あ、スザク来てそうだね。アレン来てそう。曲作りに。 借金取り借金あんのあやっぱり。ザック。カナタもなかったよね、曲。早く来すぎた。覚えてない。 あら、ナイトくん刺したじゃあ俺。あら、二人っきりにしてくれる。何これ夢約束。ああ、本当に言ったんだ。覚えてたんだね、酔っ払っても。 かなり。え、でも、結構いい化学反応できそうだけどね。うん。化学反応だ。わお。なーに、プロポーズみたい。 ちょっとイライラしながら。でもすごい曲作れそうだけどな割と似たタイプだよね。スタイルは。お機材わお。 電気代爆発しそう MPC とかお結構ハイテンポうんまあ,あ なんやかんやわおなんやかんやねえ2人ん わおいいね。まあなんか、なんだろう。なんか培養されたあれじゃないからな、アレンと違って、彼方は。完全に生え抜きというか、自力で伸びた才能。 え、寝る気寝袋あ、布団引く気だ。泊まり込みだ。やばい、カナタくん。寝ながらすごいな。ヒップホップバカすぎるな。 わーお。かな、かなたくんの胃が。あははははかなたくん。かなくん、いいな。いいキャラしてるぞ。ツッコミキャラになってるぞ。はい。というわけで、次はビューティービーストを聞いていこうと思います。よーい。スタート。 さて、あんちゃんとさずきくん。さて、もう完全にデート夢だ、これ。夢だな。<laughs> 夢だ。完全にデート。かっこよく。かっこよく。わぁ、まあ。 男前なこと言うなぁ。照れてるけど心の中でこういうこと思ってると思うと可愛い,い。さつきくん。さつきくん。あら、<laughs> 全ままになっちゃった。 さつくっ渋すぎる全ママあと少しだったのにあ学校ああお母さん お母さんありがとう。初デート。男だな。さあ、完全に男の子してるわけだけど、多分タンクトップにキャップ。そして、ブリンブリン。ビーボイファッション。 あらちょうど、ちょうどいいタイミング。夢と同じシチュエーション。<laughs> 純情少年。 声 <laughs> もう照れてるんですお。おあ、顔になんかついてるよ。目やに、目やにか <laughs>。目やにだったら恥ずかしいな。 あ <laughs> 男じゃねえ。ん <laughs> そうです。寝癖か。キャップ被ったけど、まだ出てた優しい。 だいぶやばい。テンション空回り。そうね。ちょっと興奮しすぎだね。やばい。楽しみすぎて寝れなかった。わー。結構刺さるな、それは。 いやもうなんかさ、あんちゃんってさー、王子様力もあるよね。あら。<laughs> ああ、怖いうん、怖い。 あビューティービーストだもんね。超かっこいいね。あどういうあれが大きいんだろうな。さつきちゃんのバースがすごい長くなりそうでめちゃめちゃ楽しみ。この二人はちょっと未知数だよね。なんとなく想像はできるけど、想像を超えてくるのがパラライだからな。どうなっていくんだろう気になりすぎますね。はい。 めちゃめちゃ可愛かったと思います。さつきちゃん。はい。というわけで、次は、え、4パチコズメ図聞いていこうと思います。よーい。スタート。さて、4パチとコズメスなんだね。うん。9時ああ。これは面白そうだな。 割と相性いいと思うよ。やばい。早速皮肉。やばい、煽ってるな。 すごいね、四ンパチアンドコズメゼわおかなたくん。 ワーオ。経済レベルが全然変わっちゃうからな。うん。レストラン。すごい。金持ち助かる。でもなんかい、ハジンくんのペースだな。 さあ。さあ、食事をしてるおなんか、なんかありそうだな。<laughs> アミューズ、めちゃくちゃいいとこだね。 うん。すごいな。まあ、さすがにね。さすがにね。ポケットに突っ込まれたら、それが。 まあ多分もう。すごいね、もう多分。ハジュンくんならもう、パンは家立つぐらい、スープは池ができるぐらいできそう。不思議な味。テーブルマナーとかむずいって言ってたよね。あ、そうなんだ。ま、まあもうちょっと、ん、ちょっと、 これまでがあるからなうわぁすごいな笑顔で言ってるのが伝わる うん。感覚の共有って近いかな。うん。レモン水。さあ。え レモンの味すんの高いところって、フィンカーボール。すごいな、ドエス王子すぎる。うん。まあ一応分析も兼ねてっていうところでもあるんだね。 すごいな。金持ちのペースだ、終始。やばい金持ちってこうやってすぐ、ペースを握るのね、人の。やっぱり、ハジュンくんを、ハジュンくんを同じ目線で見てもらうには、革命しかないかもしれない。どうなんだろう。あでも、パンで家建ててもらおう。<laughs> お土産のパンで家建ててもらいます。カナタくんたちの家を。 はい。というわけで。なるほど、なるほど。結構まあ不穏な雰囲気はあるけど、まあ、馬鹿にするっていうのはも,もちろん目的ではあったんだろうけど、<laughs> ね、負けた払いせっていうのは間違いなくあったんだろうな。ハジュン君的には。ね、だからこそちょっと笑い物にしてやろうっていうところもありつつ、ああ、でもだからこんだけ強いんだなっていうのも納得がいったっていうところなんだろうね。うん。ハジュン君はやっぱりド S すぎますね。 はい。というわけで、次は、えー、洋平さんと、えー、いおりさんのダブルトラブル、聞いていこうと思います。よーい。スタート。さあ。まあ、この、兄弟分。取った取った。おおもうレック終わった。なるほど。この二人の相性も良さそうだな。 あらあら。一本あ、よかった、ライトあった。シガがキッスするかと思っちゃった。さすがにそこまで濃密ではなかった。 わおそうかそうか。キセルそういえばキセルだったね。こうやってたもんな。おいけないっぱい。まあお店ね。 そうだよね。面倒見よすぎるよね。好きすぎる。ガチ恋量産機だからな、洋平さん。わおギムレット。スコッチ。ウィスキー。 ああ。うん、本当に仲良しだな。ああ、そういう頃もあったわけだ。トラブルだらけだった。 So wow. 結構結構よりさん。わ、wow. あ結構はねっかりだね。ああ。 親父だ。ああ、反省する気なしだね。どっちかって言うと、やっぱ極度イズムは洋平くんのがあるな、この段階だと。うん まー、あ、すごい言うね。いおりさんめちゃくちゃ尖ってるな。 うん。うーん。ポットで、出自も違うんだね。まあ、身分的にはかなり近い雰囲気なのかな,なか兄弟っぽいところあったけど。 わおわおわおめちゃくちゃ仲悪いね。結構険悪だね。よく仲良くなったな。えあら、びっくりした。ラップバトル始まるかと思っ,ちゃった。 うん。喧嘩したんか、お前らって。あった、あった。そうね。だいぶ丸いね。洋平くん。まあ、イーオリさんはちょっと違うけどね。丸くなったっていうか。うん、でも、火は消えてないよね。 見せてるだけな感じはあるうんまあでもそうかでも丸く見せるくらいの余裕というか大人にはなってるわけだね、うん、ああいいねこの関係性 この関係性いいなぁ。でん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 。いいじゃない。大人。渋、激渋コンビ。この二人の曲も気になるなぁ。めちゃめちゃいいなぁ。なんかもう、永遠にバーでかかってるような曲作ってそう。めちゃ楽しみ。 はい。というわけで、最後、ボイスドラマ、北斎ウィズアカンキャッツラー、聞いていこうと思います。よーい。スタート。さて、アカン、北斎なんだけど、もうキャスト欄が。北斎しかない。おあらあら。ゲームしてるルーちゃん。あら。 こういうなこういうなんだしきくんもゲームとかするんだねこうやってみんなのお兄ちゃん これで曲を作るんだね。お。あら。プル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 。うん。頼みたいこと。楽しく遊んでたけどね。 でもなんやかんや、し君、リュウく君、りょう君、仲良くなってるね。うーん、北斎お兄ちゃんすぎる。北斎がお兄ちゃんすぎて生きるのが辛い件について。うーん。そうよね。優しすぎるぐらい。 欲しいなぁ。うん。うーん。そうね、その感じはあるな。北斎くんの甘やかせ上手っぷりは異常だと思う。誰でも怪獣できそうだもん。 おオペレーション恩返し何日頃の俺。さあ<う>。りゅう君主導だとなんかろくなことにならなそうだけど大丈夫 うーん。いいね。よきよき。レオレオ。それもいい。マオ。ズバリうんやばい。三者三様で良すぎる。 三者三様で可愛すぎる。そうね。猫だ。可愛いって言ってたもん。すごいな用意がいい。さすがウくん。まあ、大丈夫かマスターオブミュージック、みゃみゃみゃって言ってたし、四季くんも大丈夫だ。 やばい、押されたらダメだそういう風に押されたら無理だ四季君は断れない <laughs> あ、カチちゃんクーちゃんせーの。あ <laughs> あらちょっと待って、アニメで映してほしい。 これは、え楽園いや、違う。もう多分今思考が止まってる。かわいすぎて。待って。渋い。やばい。<laughs> 猫っぽいな、レオ君。うん。 あはははもう撫でられ待ちしてる竜君あ。ゴロゴロしてるゴロゴロしてるゴロゴロしてる。似合ってるね。撫でられて照れてる。かわいい四季ん 振り。<laughs> そうね。もう、みんなで。癒そう。<laughs> ちょっと自由すぎるな、でも、りゅうくん。走ってるの家の中。割れ、ポコ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 りゅうくん。りゅうくん、自由すぎる。 あららら。猫はね。嘘。あら。それアウトじゃない、まあ、猫はもう得てしてね。あの、コンセントを外すのでね。そうね。北斎くん。未だに掘られてないからの北斎くんははっきりと。 もっと掘ってほしい。撫でられたい、私も。ちょっと私も猫になろうかな。もうなんか囲まれてるんだろうな、みんな。膝枕したりとか。なんて平和なボイスドラマなんだ。なんて平和なボイスドラマになったんだ。 48& コズメズ、48& コズメズをもう見返してみてほしい。うん。かなり、バチってるところはあったよ。うん。でも、な、全体的に平和だったね。<laughs> ちょっと、ダブルトラブル、ダブルトラブル 48& コズメズのこの温度差でちょっと爆発しそうなんだけど、平和すぎて、ふわふわしすぎているわ。<music> はい。というわけで、見終わったわけなんですけど。いや、いいです、いいですね。面白かった、全部。なんか、ほっこりするドラッパーが多かったですね。なんか、笑って終われるような雰囲気が多かった。うん。まあ、48& コスメズぐらいかなちょっとなんか、バチバチになりすぎてない大丈夫っていうところでもあるけど。うん。完全にコスメズの尊厳が破壊されたわけではあるんですけど。さすがに、ハジュン君強すぎるぜ。うーん。はじゅん君を手玉に取れる存在って、この先出てくるのかなうーん。はじゅん君は誰も彼も踊らせそうだからね。 うん。はじゅんくんが手が出ないって言ったら、まあ、アレンぐらいしかいないんだろうけども。さあさあさあ、どうなっていくのかっていうところもありますし、まあ、曲は全部楽しみですね。うん。まあ、上から語っていくと、やっぱりスザクカナタはね、もう、絶対相性がいいので、まあ、結構ね、爆発して踊れる曲をね、書いているアレンと、結構しっとりで聴かせるような曲を見せてくる、このカナタくんで、まあ、どっちに寄せるのかっていうのは非常に気になるところではあるよね。 うん。んやかんやお互いバチバチだったからね。うん。雰囲気的にはやっぱり若干アレンが寄せそうだなっていうような雰囲気はあるかな。 うん。カナたくんは何やかんや。もう悪い気はしてないんだよ、絶対。こう一緒に曲作ろうよって言われて、アレンと曲作れるの結構楽しいかもな、楽しみかもなっていう風に絶対思ってるはずだから。うん。とはいえ、アレンはアレンで、カナタに寄せたいと思うんだよね。かなりカナタへのリスペクトが強く感じるんだよね。うん。目に見えるリスペクトっていうのは間違いなくアレンのが強い。カナタもスザクのことを結構尊敬してるというか、リスペクトはしてると思うんだよ。いい曲書くな、あいつって思ってると思うけど、やっぱり思い的なこの矢印の強さで言うなら、アレンのがやっぱり強いと思うから。 ね、感受性もあるだろうしね。うん、なんかいいよね。やっぱりこう、メーカー。 音楽一家で、こう、培養されて育った天才のアレンと、もう路地裏でいろんなものを聞いてハングリーに食いまくった結果出来上がった天然の天才っていう感じなのがいいよね。どっちも優劣があるわけではなく、お互い才能がぶつかり合ってどうなっていくのか楽しみにしていきたい。うーん。まあブーンバップ寄りというか、かなりね、ベイは K-POP 寄りではあるけど、それって多分4くんの影響が強いと思うから、そう考えたらかなりトラップ寄りになっていくのかな。ダークな世界観になっていきそうな雰囲気はありますよね。うん。踊れる曲っていうよりかはかなりしっとり 始まりそう、うん、だからアレンが今までこう畳みかけるように「えベイベイベイベ,ベイベ,ベイベみたいな感じだったけど若干ねやっぱりカナダくんにをスたラップをしていくのかなっていう雰囲気はある静かに静かに畳みかけるみたいな、うん、結構キックするようなバースが多いのかなっていうところで割と楽しみにしていきたいなっていう雰囲気もあるしビューティービーストもねもうワクワクですね うん。まあ、かなりギラギラキャンディーナイトの流れに近づくんじゃないかなっていうところでもあるけど、あー、かなりさつきくんからはね、アンちゃんへの矢印が強いけど、アンちゃんはやっぱり、ただのやっぱり弟くんみたいな感じで扱われてるのがすごいし、なんか必要以上にさつきくんがアンちゃんを異性として認識しすぎてるところがとても可愛いよね。うん。なんか好きな人ぐらいじゃなくて、もう好きすぎてもうどうしたらいいかわかんねえぞ俺みたいな。<laughs> そんな感じになってるのが可愛いんだよな。うん。好きすぎるところがいい。なんか、ちょっと陰ながら俺アンのこと好きかも、 じゃなくて好きだぜマジであんあ,あ好きだぜみたいな感じになってるのがさつきくんのこのバイブスの高さが恋愛にも出ててすごいいいなっていう風にも思うしあんちゃんがねすごいお兄ちゃんしてる感じがいいよね うん、お姉ちゃんってよりお兄ちゃんじゃん。なんか身だしなみしっかりしてよとか言いながらさ、寝癖整えてくれたりとかさ。うん、なんか僕の隣に立つんだから。それってやっぱりおかんとかお姉ちゃんよりもさ、お兄ちゃんがやる感じ。導き方。うん、すごいいいなっていう風に思う。なんかあんちゃんって全ての属性網羅してるから強すぎ。うん、おかん、お姉ちゃん、お兄ちゃん。もう、弟も多分網羅してると思うよ。うん、すごいいいと思う。うん。 あんちゃんの属性素晴らしいなっていうふうに思う。はい。というわけで。まあ、ビューティービーストはね、まあ、多分、サツキ君がかなり長くバースをキックして、フックはアンちゃんがやっていくっていう流れになるのかなっていうところではあるけど、サツキ君のバースってね、意外と短く感じがちではあるし、赤い奴らのみんなって結構バース短いから、サツキ君がやっぱり16小節ぐらいもうバッチリ蹴ってくれるっていうのは、すごいワクワクしていきそうですね。うん。今までやっぱり4小節か8小節ぐらいで、もっと聞きたいなもうちょいなんか起きそうだなっていうところで違う味に変わってたりするから、サツキん自身でのこの 味変はすごい楽しみどんな風になんかフローを変化させたりとかしてくるのかなとかうんただビューティービーストだからねかなり盛り上げる系でくるとは思うんでさあさあさあちょっとまあでもこの2人だとどっちが曲のね手綱を握るんだろうねうん割とアレンとカナタとかはさやっぱりビートメーカーだったりするからあれだけどアンちゃんとサスキ君って多分どっちもビートメーカーじゃないもんね うん。まあ、あんちゃんのツテかなんかでなんかいろいろと機材を借りたりとかしたりとか、まあ、雰囲気で発注して、それにさつきくんがアジャストするって形になっていきそうな雰囲気はありますね。はい。まあ、それであとは4パチコズメズ。ま、あ完全にま、ダークなコリアンヒップホップになっていくんじゃないかなっていうところ。うん。結構やっぱり韓国のアングラヒップホップっていうのもかなりね派手ではあるから、そこら辺を見る限りだとそっちの要素を強くしていくのか、 うーんー、明るいビートだったり、結構 K-POP っぽいビートに、カナタとナやタが乗るジョンは見えないかなっていうところではあるので、うん。それこそやっぱりカナタとナやタ君ってやっぱりそういう系のビート嫌いだろうから、多分ハジュン、はじゅん君ん、でも、はじゅん君に合わせる形になっていくのかなちょっと楽しみになってきたな、そうなるとね。 うん。まあ、ドキドキだなっていうところもあるし、まあ、ハジュンくんもね、もうこの兄弟、もう、ヤトノカミ兄弟のこの実力を生で見ることになるんじゃないかっていうところで、どれ、誰が復興やるのかはね、すごい気になるところである。まあ、ナエタくんだろうね。ナエタ君が復興やって、ハジュンくん、カナタくんがバースでキックし合うっていう形になりそう。うん。で、それに加えてダブルトラブル。まあ、完全にこの二人はしっぽり系だよね。ああ、でも結構バチバチにいる編み合ってたね。結構そんな、 なんか、仲悪い感じなんだ、みたいな雰囲気で結構びっくりしたわ。うん。でもやっぱり喧嘩したからこそ強固な絆になってるって感じがいいよね。うん。お互いぶつかり合ってるからこそ、どこまで踏み込んでいいかっていうのも理解してそうだから、なんかそのお互いの安心感みたいなものが距離感に出てていいよね。こいつはもうあれだけありあった仲だから、こんぐらいは踏み込んでいい。ならもうそこまで行かなきゃ、もう適度な距離感でいれるよねっていう、なんかお互い心を許しながらもう距離を取り合っているこの安心感、お互い安全圏にいるからこそ仲良くなれてる感じがすごい。 いいよねやっぱり頭はかなりねもう殺気だってたんだね組にいた時はね今はかなりやっぱり丸くならざるを得ないっていうところもあるんだろうけどやっぱ北斎くんたちの面倒を見るっていう体でもねうんただ誰かの下についたらかなり強権だったんだね で、その狂犬の魂は未だにくすぶったまんまだよっていうところが、これからの展開に響いていくのかなっていうところはするね。うん。それにやっぱり、北斎、ビザー、カン、キャッツラーさ、どんな曲になるのかが全く予想できません。だって、もう予想外なんだもん。どんな曲でももう受け入れるつもりではいますっていうところで、まあ、チルインってことなのでね。うん。<laughs> どうなるんだろうな <laughs>。北斎くんと、北斎くんと、四季くんと、龍くんと、レオくんでしょう。全く想像ができない。うん。 誰がまず復興をやるのか誰が <laughs> なんかもう全員バースを蹴って終わりそうな雰囲気はあるけどね。うん。まあ北斎くんが復興をやるんだろうけど。 あー <laughs> どうなるんだろうな。なんか可愛い系の曲になるのかどうなのか。まあなんか気になるところでありますよね。なんか可愛い系の曲をやるのかどうなのか。ちょっと気になるところではありますけれどもね。まあとりあえず来週、来週、来週以降、え聴、ー、いていこうと思いますので、まあ5曲あるから、まあ2曲と3曲って形で更新していこうかなっていうふうに思いますのでよろしくお願いします。まあ来週は The Sound of Voltage と Why Do You Like Me? 聴いていこうと思いますので、ぜひとも楽しみにしていただけたらと思います。いいね。まあ本当にさ、今までの絡みにない二人の の絡みがさもういっぱいあってさ永遠にやってほしいもうしかも5分ぐらいでパッケージ短いからさもう永遠に聞いてられるじゃん今度これがいいもっとアーカイブしてほしい100個ぐらいアーカイブ欲しいわ <laughs> このドラマパート、うん、シャッフルドラマこの2人の関係性もっと掘りたいわ日常を感じますはいというわけでとりあえず今回はこんな感じで終わりますので次回も楽しみにしていきましょう以上パラライでした